欺瞞の術。あのバカバカしく見える記録もちゃんとした根拠があるみたいだね。ただの虚名だよ。でもどうしても聞くのなら、虚名でも正真正銘の虚名だって答えてあげる。誤解しないで。本当かどうかを問い詰めるつもりはないよ。桜花以外から来た存在であるあなたがそんなにも術を知ってること自体が興味深いんだ。そしてあなたには桜花と老朽は同じところから来てるように見えるんだよね。そこまで確信してるわけじゃないよ。うちの記憶の中の桜花とはあまりにも違いすぎるから。でも100年以上前は桜花も老朽も旧安価の4地方の一つだった。ここだって安価ビルって名前だよ。安価4地方。ああ、老朽、冥界、白、桜花。そうそう、4つの街区に分けられたんだ。そう、少なくともこれで私たちの世界はデータの海で孤立してないって証明できるね。それならこれから話すアドバイスも理にかなってると思うけど。今話したように夢追い人、先生が実地調査から戻ってくるまでこの件は今期のあなたの研究課題にしよう。え？何か問題でも？だってあなたは唯一の体験者なんだし、この件は歴史の勉強にもなるんだよ。うん、要点はそこじゃなくて、この件は週末のアンカーと直接つながりがあるのに1年生の研究課題にするなんて身の程知らずって言われちゃうよ。自分の手で何かをやらかさないとその成長は確実なものとは言えない。それに課題の研究においてあなたはすでに凄腕と言える協力者を何人も知ってるでしょ。安心して、本当に何かトラブルが起きた場合、研究所は見て見ぬふりなんてしないよ。でもその前に、あなたたちに桜花と老朽に潜んでる危機を解決してほしいのも事実。この件は私が支援しよう。その視点から考えれば、あなたたちは全力でやることができるだろう。あんた、普段はうちに対してそんなに優しくないよね。先ほどあなたを案内した桜花のロボットはさぞ優しかったのだろう。世界中にいるほとんどの人間が仲良くできる大前提は互いをよく知らないことだ。確かに昔のうちはペテン師だった時もあったけど、そんなことでうちの欠点を暴く必要はないだろう。あ、夢追い人の研究課題なんだけど、欠点を暴くようなアイディアを思いついたよ。安心して、暴くのはあなたの欠点じゃないから。思ったんだ。私たちの強みから考えると、この研究課題は歴史方面から着手できるかもって。桜花側から見れば、小雀と彼女が所属してる七術は、歴史上の人物でしょ。もちろんコラリーを見捨てることはできない。でも週末のアンカーに関しては私たちだけじゃ何もできない気がする。いいんじゃないかな。もし週末のアンカーに関するきっかけが見当たらないなら、そっちはしばらく私が担当するのが妥当だと思う。それじゃあお願いするね、親切姉さん。でも、セナ、今の話は、欠点を暴くことと何の関係があるの？もちろん、それは小雀に聞かなきゃ。ねえ、もし歴史について何か発見したとしたら、それはかなりの確率で、あなたのプライバシーと関係があったりしない？それは、
大丈夫だと思うよ。だって術の一員だとしても普段のうちはごく普通の人間だし、それにうちらがここを出た時、あんたたちに出てもらった時って言った方が正しいかな。その時はまた会えるなんて考えてなかったよ。あまり期待しすぎない方がいいかもね。他者の視点から事の因果を明確にするのも現状にとって役に立つはずだ。ちょっと今日のあんたはどうして身内に不利なことばかり言うんだ。毎日あんたのことを綺麗だって褒めてあげてたのに。それはいつの話だ。どうやらこれからについてはもう目星がついたみたいだね。こっちは続けて週末のアンカーを調査していくから、夢追い人はセナちゃんの考えで行動していいと思う。またじゃあ私も週末のアンカーの調査に加わろうかな。へえ、まさか私を助けることにそこまで本腰を入れるとは思わなかったよ。ただそうなると、夢追い人、その核という放棄を親切とヘリアに持っててもらった方がいいんじゃない。それも術の一員なら分けた方が効率的でしょ。今までは小弱と親切が一緒だったけど、今はちょうど入れ替わってる。合理的だよね。反論はできない。これでやっと他人の肩を持てなくなるね。ドニグル。なるほど。